身振りさんに合わせて動きましょう。3、2、1、はい。膝を交互に上げリングコンにタッチしましょう。足につけたジョイコンにリングコンをぶつけないようにしましょう。ラスト1回。はい、その調子です。次はかかと上げストレッチ。内くるぶしを上げてリングコンにタッチしましょう。腰痛改善のトレーニングにもなります。ラスト1回。はい、その調子です。続いて背伸ばしストレッチ。大きく踏み込んで腰を落とします。前に重心をかけずに下に沈むことを意識しましょう。腕もしっかり上げることを意識しましょう。ラスト1回ずつ。はい、OK です。最後は足を開いて体側ストレッチ。リングコンを持ち上げて体を横に倒します。前かがみにならずに真横に倒すことを意識しましょう。体側や腕の筋肉のストレッチになります。ラスト1回ずつ。お疲れ様でした。
いつでも営業内容を通知に対応しましょう。そのままご参加ください。それではスタティックストレッチを始めます。リングコンは使いません。安全な場所に置いておきましょう。体の前で手を組みます。お尻は腰掛けるイメージで手は前方に伸ばしていきましょう。ゆっくり体を戻します。腰の骨を支えるように手を当てます。上半身を後ろに傾け、お腹を伸ばしていきましょう。膝は軽く緩める程度に曲げましょう。ゆっくり体を戻します。足を広げて両手を上げ、左の手首をつかみます。手首を引きながら体を右に倒し、体側を伸ばしていきましょう。体を戻して手を入れ替え、反対側に倒します。息を止めないように注意しましょう。ゆっくり体を戻します。左腕を横に伸ばし、右腕で抱えるようにします。腕を引き寄せ、左肩の筋肉を伸ばしていきましょう。反対側も同じように行います。反動をつけないようにゆっくり伸ばしましょう。ゆっくり体を戻します。右足を前に出して腰に手を当てます。右の膝を曲げ、左足のふくらはぎを伸ばしていきましょう。足を入れ替えます。体が硬い人はかかとが浮いてしまっても大丈夫です。ゆっくり体を戻します。ストレッチ終了です。お疲れ様でした。